恋の都から情熱の国へ、LV とスペインが織りなす衝撃のファッションイベント、平野紫陽の関与に注目が集結。平野紫陽、ルイヴィトンのスペイン賞に登場の可能性。こんにちは、ファッションとエンターテインメントの愛好者の皆さん。新たな興奮が押し寄せています。ルイヴィトンがスペイン・カタルーニャの都市で開催するクルーズ2025ファッション賞に、日本の二大プリンス、平野紫陽が参加する可能性が浮上しています。 これは目が離せない話ですよね。バルセロナ市との協力により開催されるファッションショーでは、ウィメンズ、アーティスティック、ディレクターのニコラジェスキエールの魅力的なコレクションが注目を浴びます。しかし、今回のスペシャルな展示には、日韓の二大プリンスとして知られる平野紫仕がスポットライトを浴びる可能性があると言われています。彼の魅力的なルックスとファッションセンスが、イベントに新しいエネルギーをもたらすことでしょう。 このニュースを聞いたファンたちは、早くも期待の声を上げています。SNS 上では、5月23日のバルセロナでのショーで、ヒラの仕を見たい、との声が広がり、ファン同士で投票が行われています。あなたはどちらを見たいですかヒラの仕か、それとも別のアーティストか、コメントで教えてください。さらに、このイベントに対するファンの期待と興奮が高まっています。投票やコメントには、 また素敵な紫輝くんが見れるのかな、スペインでの素敵な経験になること間違いなし、といった熱いメッセージが寄せられています。ファッションショーが単なる洋服の展示だけでなく、エンターテインメントの場としても注目を集めるのは、このような期待感が背後にあるからこそですね。もちろん、このニュースが確定事項ではないため、ファンたちはワクワクしながら発表を待っています。しかし、 その期待感が示すのは、単なるスターの登場ではなく、イベントがコミュニティに与える社会的影響の大きさです。ルイ・ヴィトンのスペイン賞が、ファッション愛好者だけでなく、エンターテインメント全体に新たな息吹をもたらすことは確かでしょう。このような国際的な舞台でのイベントは、単なるファッションの境界を超え、異なる文化や視点を結びつける機会でもあります。 ファッションは言葉を超えて人々をつなぎ、新しいアイデアや価値観を共有する媒体としての側面が強調されています。そして、ルイ・ヴィトンがバルセロナとの協力を通じて、長年の関係を最も究極的な方法で表現しようとしているのは、ファッションの力が社会を形作る一翼を担っているからこそです。この記事を通じて、私たちは単なるファッションイベントの枠を超え、その舞台裏にあるコミュニティとエンタートを コメントの交流に焦点を当てました。未来の洗練された冒険が待っているようです。ファッションとエンターテインメントの融合が新たな可能性と興奮を生み出す瞬間に期待しましょう。